4日バレーボールネーションズリーグ男子一次リーグ日本3のゼロイラン北九州市西日本総合展示場日本がアジアのライバルであるイランに3対025から2325から2225から17で圧勝したイラン国営メディアのニュースサイトでもチームとして戦うことを諦めたと日本の強さに脱帽した 日本はイラン戦から石川祐希、ペルージャ、と高橋愛、サントリー、の2枚看板が合流し、輝きを放った。イランのパエス監督は接戦となった第1、2セットについては、非常にいい試合だったと合格点を与えた。しかし、第3セットは石川のサービスエースが決まるなど大差の展開となった。日本はイランに4連勝。 返す監督は第3セットについて、恥ずかしかった。チームとして戦うことをやめてしまった。自分たちがやっていること、着ているユニフォームに敬意を払うべきだ。第3セットのチームには失望したと辛口だった。